はい。じゃあ、私の方から、こういうタイトルでお話をさせていただきます。先ほどご紹介いただきました、川路と申します。どうぞよろしくお願いします。今日は、ファントム5であるとか、UCSC のゲノムブラザーであるとか、こういったところの、話題提供が、というご要望だったので、そういう形でお話をしたいと思います。割と、この話っていうのはもう5年以上前のお話で、かつ、このあたりは割と、いわゆるゲノム科学っていうコンテクストでお話をすることが今まで多かったんですけれども、割と足回りというか、コーディングによった足回りの部分とか、コンピューターの技術的な部分とか、そういうことに関してあまり、お話したこともなかったので、これは、僕としては割と、比較的新しい、角度のお話になります。で、とりあえず自己紹介ということなんですけれども、今、東京都医学総合研究所というところで、研究室をやっておりますが、今まではですね、主に今日お話しする話題としては、理化学研究所におった時の、お話、研究をお話をすることになります。で、研究の内容としては、基本的にはゲノム科学、特に転写制御関連ということですけれども、もちろんゲノム科学として興味深いものっていうのは非常に興味がありますし、あと実験測定技術ですね、NGS 関連の技術開発、こういったところも、自分で技術開発をするというよりは、こういったことをどうし、あの一緒に開発していきましょうとか、データを少し解析してフィードバックするとか、割とインタラクティブにやるっていうようなところに興味があります。また、このゲノム科学を追求するためのデータ解析であるとか、解析技術の開発とか、そういったところも割とやってきましたし、今日のメイントピックであるデータベースの構築、運用、そして関連技術の開発みたいなものもやってまいりました。こんなバックグラウンドでお話をしたいと思います。で、今日の、お話なんですけれども、まず、先ほど地崎さんからお話しいただいた姿勢エレメントのお話ですね。あと、それにまつわるケージの話、そしてファントム5のお話をして、UCSC ゲノムブラウザに関する、ざっとしたお話。その後、トラックハブを中心として、使う、作る、登録する。こういった流れでお話をさせていただきます。まず、姿勢エレメントですけれども、どういったものかに関して、先ほど地崎さんからもお話がありましたが、簡単に再度ご説明をするとですね、ゲノムがここにあったとしてですね、遺伝子がゲノムの上にあります。で、このゲノムのテンプレートとして RNA を作るっていうのが、いわゆる転写であるとか遺伝子発現っていうプロセスになるわけですけれども、そのプロセスをコントロールしているっていうのが、遺伝子の近傍にあるプロモーターと言われる領域。そして、遺伝子の、とは離れたところにあるエンハンサーと言われる。こういった領域がですね、遺伝子の発現に、を調節しているということが分かっています。というか、こういった発現に関わっている領域を姿勢エレメントというふうに言います。で、この結果、調節の結果、遺伝子発現が変わると細胞が変化してフェノタイプにつながる。というのは、一連のお話として皆さん理解されていると思うんですけれども、このフェノタイプの違いっていうのを、別の角度から研究されている方っていうのはたくさんいらっしゃいます。特にゲノムワイド関連解析ですね。ジワスなんかの場合には、いわゆるたくさんあるスニップの中で、どれが一番フェノタイプと結びつくのかっていうようなことを、解析して、ここが一番かい、あの、フェノタイプと関連するよっていうようなことを報告されています。こういったデータがたくさん溜まってきていているんですけれども、近年ですね、こういったこのフェノタイプと関連する領域っていうのは、実は遺伝子領域だけじゃなくて、プロモーターであるとかエンハンサー、つまりシステエレメントにもたくさん存在するということが分かってきています。つまり、ここにスニップであったり変異があったりすると、これが遺伝子の発現の変化につながってフェノタイプにつながっていく。こういった基準が想像されるわけですね。なので、こういったところっていうのは非常に注目を集めて、非常に注目されて、研究が進んでいるっていうのが現在の段階になります。で、このプロモーターエンハンサーからはですね、プロモーターエンハンサーという、領域を、決めていこうっていうときには、普通に行われているのはチップシックであるとか、ヒストン修飾ですね。H3 系、
トリメチル、K27 アセチレーションとか、まあそういったところの、ヒストンマークでプロモーターエンハンサーを決めていくっていうようなことが行われていますし、DNA ハイパーセンシティブサイトみたいなところで、そのオープンクロマチン領域をきちっと決めて、凝ったシステルメントのバウンダリーをしっかり決めるというようなこともたくさん行われていますけれども、そういったのは違うアプローチとして僕たちはその RNA を使って、アプローチしようということをやってきました。で、プロモーターからはそのメッセンジャー RNA が出てくるというのは当然のことなんですけれども、このエンハンサーからもですね、ちょろっとだけなんですけれども、低いレベルではありますが、エンハンサー RNA っていうのが出てき、RNA が出てきていて、そういうのを ERNA と呼んだりしております。で、まあ、こういう RNA ですね。ここの、末端を捕まえれば、このプロモーターであるとか、エンハンサーとかってわかるよね。っていうような、まあ、ストラテジーが成り立つわけですけれども、それを実現するための測定技術として、ケージっていうのがあります。これは、RNA の末端、開始末端ですね、を解析する、手法のたくさん、現在開発されていますけれども、その中で最もいいっていうふうに言われている手法ですが、まあ、これが、これを使うとですね、これはどういうふうに、な測定をするかというと、RNA があって、それを逆転写をして CDNA を作るんですけど、ちゃんと5ナシ末端がちゃんと含まれるような CDNA を作ります。その後、この端からたくさんシーケンシングをすることで、転写開始点の頻度、RNA の開始末端の頻度が分かるということになります。そうすると、この情報を使って、ここじゃんとか、ここじゃんとか、ということが分かるっていうのが、まあ、シスエレメントを転写プロファイルから同定していくというアプローチ。で、ケージを使った場合、このアプローチが割とハイライトされることが多いんですけれども、実は、まあ、RNA を、定量して、ハイスルプットに読むっていう意味では、RNA シックルは基本的には一緒ですので、まとめ方を変えれば、普通に遺伝子発現の定量にも使えます。で、実際、そのケージと RNA シックルっていうのは非常によく相関しますし、マイクロアレイとも相関しますし、というので、まあ、ケージを使っておくと、発現、データのにもなるし、システムエレメント同定にもなるっていう割と一粒で二度おいしい感じの測定です。で、まあ、この形状を使って、その人の細胞をたくさん、プロファイルしていこうっていうようなプロジェクトがあり、それが、先ほどご紹介いただいたファントン5っていう、プロジェクトです。こちらは、理研の方の、横浜のチームでですね、旗を振って、立ち上げた国際コンソーシアムでやっていて、主に理研で開発された技術を理研でデータを取って、理研でデータをまとめて、みんなで解析するっていうような形でやっていて、僕はその中にいたので、まあ、この中にどっぷり使っていたというところです。で、これがどういったプロファイルをしていたかっていうと、結局合計として人サンプルとしては2000ぐらいに、サンプル、初代培養細胞であるとか、組織であるとか、細胞核とか、っていうのを、サンプルを RNA をひたすら集めてですね、2000個集めて、それを、測定をするっていうのを、測定自体はもちろん僕ではなくて、やはりその開発部隊がいて、そこでやっていただいたわけですけれども、測定をします。その結果、先ほどお話したような、シスエレメント同定なんかをすると、プロモーターを見つける、エンハンサーを見つける、あと RNA シックも含めて、ロングノンコーディング RNA も見つける。そしてマイクロ RNA も、まあ、少し、まあ、スモール RNA シックのコンボして見つける。こういったことを、やってきてですね、このたくさんの細胞から、遺伝子発現にも使えるデータであり、かつ、このプロモーターエンハンサーの活性が分かる。まあ、こういった感じのですね、データがファントム5のデータというふうになります。で、まあ、今は人の話だけをしましたけれども、人だけではなくて、マウス、ラット、犬、チキン、マカクなんかからも、多少はサンプルを取っていてですね、このファントム5の中には含まれておりますけれども、まあ、主には、まあ、ここが一番大きいかなというふうに思います。で、こういったスタディっていうのは、非常にたくさんの方が、まあ、サンプルを提供してくれた、共同研究者さんもいらっしゃいますし、解析をしてくれた人もたくさんいるわけですけれども、その結果、数多くの研究成果へと結実しました。
まあ、これはそのネイチャー、ネイチャー・シュプリンガーの特別サイトみたいなのを用意いただくことになってですね、まあ少しこういうのをやってるよって言ったら、いいねって言って用意してくれたんですけれども、まあ、こういったところにまとめられているように、非常に数多くの成果に結びついています。で、今日の本題であるデータのところですけれども、データをまとめる、取りまとめて、みんなで使おうということを考えてですね、やったときに、一つデータベースを作って終わりっていうのではなくて、みんな、使い方が様々あるので、その使いたい人が使いたいように使えるように、複数の経路でデータ活用してもらいましょうっていうようなコンセプトで、非常にたくさん、インターフェースを作ったり、あとコラボレーターにお願いをして、まあ、インターフェースを作ってもらったり、その自分が見たいって思うような角度でデータを取りまとめてもらって、様々な見方をみんなでやっていくっていうようなことをコンセプトに、ファントム5のウェブリソースっていうのを作ってですね、まず公開をし、それが拡大をしていって、さらに追加されたっていうようなところで、まあ、順繰りに、成長していったということになります。で、まあ、この中にすでに含まれているのが、この、今日のお話のトピックである UCC のゲノムブラウザを経由したデータの配布っていうところと、あと日本でも DBCLS に、小野さんとかボーノさんとかが、やっていただいた RefX ですね。こちらにも再録いただいて、使っていただいているという形になります。で、ここまでの話は割と僕たちが仕掛けて、ぜひやってみませんかっていうふうに、お願いしたり、相談したりしてたところですけれども、さらに、利用が広がっていて、今現在は、ヒューマンプロテインアトラスとか、皆さん使っている方も多いと思うんですけれども、そこにも、ファントム5のデータ再録されていますし、エクスプレッションアトラス、EBI の方ですね、そこでやっている人たちのデータベースにも入っていますし、ジーンカーズは割と皆さん似ていることも多いかと思うんですけれども、彼らがまとめているエンハンサーの、データベース、ジーンハンサーっていうのがありますけれども、その中にも再録されています。そしてまあ、少し変わり種かもしれませんが、ゲノム編集のところでもすごく活用されていて、いわゆる転写開始点、RNA 遺伝子の開始末端を潰すっていうような時に、ちゃんとケージのデータを見てですね、ケージのデータを見て、決めていきましょうねっていうようなことも活用にも使っていただいたりしていて、割と意図してないところ、手の届かないところでもたくさん使っていただいているっていうような形になります。で、まあ、先ほどファントム5のデータを UCSC から配布したっていうような、UCSC のインターフェースを使って、配布しているっていうようなことをお話ししましたけれども、まあ、そもそも UCSC ゲノムブラウザーってどんなものかっていうことをご存じないかもしれないので、まず簡単にご紹介です。UCSC のゲノムブラウザーは、まあ、この URL に来るとですね、トップページがこういうのって、まあ、適当にクリックをすると、まあ、非常に大きなですね、ウェブページが開かれます。で、この UCSC ゲノムブラウザーデータベース、このブラウザーにもデータベースにもすごく意味があってですね、データベースっていうのはすなわち、この中にはですね、たくさんの、すでに出版されている利用可能なデータがたくさん用意されています。で、それが随時きっちりメンテナンスされているので、ここに行けばきちんと更新されているデータにアクセスできるっていう安心感もあって、しかも幅広いということで、割ともうここだけ見ればある程度、ゲノムのことはある程度わかるっていうようなぐらいですね、データがまとまっています。そして、適当なところを、このデータが見たいっていうところをポチッとすると、その選択したデータがここに示されるっていうので、データベースであり、ブラウザーであるっていうのはそういった背景になります。で、例えば、一番上に表示されていたゲノムブラウザーはどういうものが表示されているかというと、横軸にクロモソーム染色体ですね。この場合は、X 染色体を横に、置いてですね、ACE2 という遺伝子のエクソンイントロン構造が表示されていたり、その遺伝子発現が表示されていたり、ゲノムのコンサーベーションが表現されていたり、
ですけれども、それ以外にも先ほど見たようなさまざまなデータが隠されたをポチッとするだけで見ることができます。例えば、ここから少しずつ、少しだけ眺めていくんですけれども、遺伝子という意味では、レフシックもそうですし、最近使われるようになったジェンコードもありますし、その他のですね、遺伝子プレディクション。そして、いわゆる、GWAS 解析、ゲノムワイド関連解析の結果なんかもですね、このあたりを見ると、すぐに、アクセスすることができます。あと、クリニカルの人に関しては、クリーンジェン、クリーンバーというのもここにありますし、キャンサーについてもここにありますね。その他、いわゆるそのエピジェネティックな人たちにとっては、そのエンコードであるとか、のトラックというのが用意されていますし、あと、進化の人たちにとっては、その比較ゲノムということで、ゲノムゲノムの比較の結果、どれぐらいコンサーブされているかというものが、ここに、データがまとまっていたり、あとは、最後はあれですね、1000人ゲノムのデータがあったり、そういう人の遺伝子の、ゲノムのバリエーションというものも、見えたりするので、これぐらいのデータが揃っているということになります。で、この UCSC ゲノムブラザーデータベースの一つの機能として、カスタムトラックというのがあります。これはデータベースというよりはブラウザーによった機能だと思うんですけれども、こちらは自分のデータをですね、用意されているトラックと並べて閲覧できる機能ということです。自分でデータを用意してですね、ここにデータをアップロードすると、この中の一つのトラックとしてアップロードされます。そうすると、自分のデータがここにまさに並んで、あと他のデータと一緒に並べてですね、閲覧することができるので、自分のデータは、ここにシグナルがあった、なかった、というようなことを、なんて言いますか、吟味できるわけですね。で、どのあたりが良いかというとですね、カスタムトラックがない場合というのを考えてみると、データをですね、ひたすら自分のところに集めてきて、と自分のデータを持ってきて、ようやくここで自分のデータと他のデータを重ね合わせることができるということになるんですけれども、カスタムトラックがあればですね、自分のデータを、こうアップロードして、あとはもういつものように閲覧ポチポチポチってやっていけば、閲覧ができる。こういうお手軽さがあるということですね。そして、もう一つの拡張であるカスタムトラックの拡張として、トラックハブっていうのがあります。これちょっとややこしいんですけれども、自分のデータを、どっかのファイルサーバーに置いてですね、そこを、UCSC ゲノムブラザーデータベースに教えてあげることで、ここにですね、その URL を教えてあげることで、その必要なデータだけがこの中に取り込まれて表示される。っていうような仕組みです。で、基本的にやりたいことはカスタムトラックとかなり似てるんですけれども、なぜこのような仕組みがあるかっていうところですけれども、この自分の手元のデータが大きいときを少し考えてみてもらうと分かるかなと思います。データがすごく大きい場合には、このすごく大きいデータをですね、自分のところからこのアップロードしないとなかなかいけないわけですね。で、一つや二つでやったらいいんですけれども、例えば100個とか200個みたいなRNA シックがあった時に、それを全部アップロードするって結構大変ですよね。で、そういったものを、別にやってもいいんですけれども、すごく大変だな、っていうところがあるかと思います。で、その代わりに、どういうことをするかっていうと、トラックハブがあるとどういうことができるかというと、たくさんあるデータを自分がコントロールしているファイルサーバーとして置きます。で、これが UCSC ゲノムブラウザーからちゃんと通信できるようにしておけばですね、閲覧しに行くと、閲覧している中のデータだけが少しずつここで交換されてですね、閲覧することができる。だから、この全てのデータをこっちに持ってくる必要はなくて、
えいってここのファイルサーバーに一回持ってきておけば、あとは、見たい放題というようなことになります。そういった意味で、便利なわけですね。たくさんデータがあるとき。で、例えば、そのトラックハブ、どういったふうに使っていくかというところなんですけれども、例えば、そのファントン5、先ほど鶴崎さんに、示していただきましたけれども、ファントン5のトラックをポチッと押すと、リンクを、先ほど示していただいたリンクをポチッと押すと、どういったビューになるかというと、まあ、こういった、ビューが現れてきます。で、ここから下は、既存のものですね。すでに UCS ゲノムブラウザーの中に入っているデータベースが、データが表示されているだけ。で、ここから上がですね、ファントン5独自のデータということになります。で、まあ、ここに3つだけカテゴリーがありますけれども、この3つの中にはですね、先ほどファントン5で撮ったってお話した1800のケージのプロファイルがあります。で、まあ、要はその、僕らとしてはこれを見せようと思ったときに、じゃあ1800回アップロードするっていうのは大変なので、この1800のファイルを、まあ、自分たちのファイルサーバーにおいてアクセスしてもらっているということです。でこういった1800のケージプロファイルの他に、プロモーター、エンハンサー、ヒコダーレメンのそのリファレンスも用意していて、このあたりですかね。プロモーターなんかはこのあたりに見えますし。まあそういったところで、表示をしています。で、その1800って言って、いまいち実感がないと思うので、これこう、仮に1000個ぐらい並べてみたんですけども、この遺伝子のモデルがあってですね、ケージのプロファイル、この1行が一つのサンプルだと思っていただくと、それを1000個並べるとこれぐらいになってですね、もうこれ二度とこのスクリーンショット撮りたくないんですけど、まあこれぐらいになって、この一部だけを拡大するとこんな感じになる。つまり、これぐらいの量の、データが、にアクセスできる環境っていうのを今整えているっていうことになります。で、先ほど、まあ、その、ファントム5トラックハブの使い方として3つございます。1つ目、一番イージーなのはですね、用意されているリンクからというので、鶴崎さんが先ほど見せてくださったように、ファントム5のと、ページに行って、リンクをポチッと押すと。すると、先ほどのビューに届いて、1800のケージプロファイルにアクセスすることができます。その他、パブリックハブズ、っていうのがですね、あって、それは UCLC の中に、パブリックハブズっていうページが あります。まあ、このデータのところにトラックハブっていうタブがあって、そこをクリックすると、まあ、このトラックハブのページに落ちて、その一番左のここタブがパブリックハブです。で、ここにパブリックハブは何があるかっていうと、すでに公開されていて、かつ、UCSC がいいよいいよって言って、入れ込んできてくれている、すでにコンフィグレーションされたトラックハブがここに並んでいるということです。で、まあ、ファントム5についても、僕たちがお願いをして入れてもらったので、ここを下の方にずっと眺めていくと、ファントム5っていうのがあるので、ここを、このページに来て、スクロールをして、ここをポチッと押していただくと、さっきのページに飛ぶと。いうような使い方ができます。あと3つ目の使い方っていうのは、自分で URL を指定するっていうところで、パブリックハブにわざわざ行かなくてもですね、自分でそのハブを作って、その自分の URL をここに入れるっていうようなことをすると、それだけでですね、トラックハブを経由したビューっていうのが実現できます。なので、まあ、やってることとしては、基本的な仕組みとしては一緒なんですけれども、使い方、アクセスの仕方としては3つある。で、まあ、どれを使っても基本的には同じところに飛べる。なので、まあ、一番イージーなのは、まあ、ここから言っていただくことですけれども、毎回ここに来るのが面倒だという方に関しては、UCSC のそのパブリックハブさえ覚えていただければですね、ファントム5以外の、ところも、見ることができます。
で、まあ、ここまで使うお話をしてきましたけれども、作るお話をします。作るのはですね、すべてお話しすることは今できなくてですね、基本的には公式ドキュメントがあるので、従ってくださいというところで、これを一回プリントアウトしようとすると、多分 A4 の13ページとか70ページぐらいの量にある、本当に細かい仕様を含めた説明があるので、詳しくはこちらを見てくださいっていうのが、まあ、一番正式なお話になるかと思うんですけれども、まあ、大枠をお話しすると、まあ、3つ手順があります。3つ、これさえコンプリートすれば、トラックハブができたと言えると思います。1つ目の手順っていうのが、そのファイルサーバーを用意する。ここはもしかしたらちょっと、なんだ。難しいというよりは、どういうふうにやるっていうのは、やり方がいくつもあるので、工夫の余地があるところかと思うんですけれども、例えば、ファントムファイルの場合は、自分たちでファイルサーバーを立てて、こういった形でアクセスできるファイルサーバーを立てて、ここにファイルを置くっていうことをしています。で、今僕なんかは、AWS の S3 とかを使って、まあ、そこに、HTTP で、アクセスできるように、できますので、まあ、そういったところを使うっていうのもありですし、あるいは GitHub を使うっていうようなことも、できます。GitHub すごい便利ですけれども、この仕組みにおいてもすごい便利ですけれども、ファイルの、サイズの制限が、結構タイトなので、なかなか難しいかなと思います。まあ、なので、まあ、ここはちょっと工夫のしどころなんですけれども、基本的にはファイルサーバーを用意する。ことがまず第一ステップです。その後、データファイルを、まあ、いわゆるビッグベッド、ビッグペケペケっていうようなタイプのファイル、もしくはそのインデックスされたバンファイル、データファイルを置く。このファイルサーブの上にダーッと並べるわけですね。その後、コンフィギュレーションファイルを書く。普通は3つ置きます。この3つのファイルを置けば、OK ですけれども、これは最近1つのファイルで良くなったりしましたけれども、コンテンツとしてはこの3つの情報っていうのが必要になります。なので、まあ、大枠としてはトラックハブを作ろうと思うと、ファイルサーバーを用意して、データファイルを置いて、コンフィギュレーションを書く。まあ、それで終わりということですね。コンフィグレーションファイルの例ですけれども、例えばこんな感じになっています。一番hub.txt っていうのの中には、まあこれぐらいの、どういった名前の、ハブなのかっていう情報を書いて、どのゲノムに関する情報っていうのをここに、ゲノムとトラック、コンフィグレーション、さらなるコンフィグレーションファイルの情報をここに書いて、この内容がここに書いてあるというの仕組みで、この一番メインのボディにはですね、そのビッグウィグファイルとかビッグベッドファイル、こういうその、ビッグペケペケファイルへのその URL が並べるのと同時に、それに関するいくつかのパラメータを指定してあげるということを随時やっています。なので、まあ、1800のトラックがあったっていうのは、これが1800を並んでいるというふうに思っていただければよくて、これとこれとこれさえあれば、トラックハブの完成です。で、やっているとですね、結構うまくいったりいかなかったりするので、デバッグしないといけないっていうのがあるんですけれども、昔はこのデバッグ結構うまいやり方がなかったんですけれども、最近はちゃんとデバッグのやり方も用意されていて、何がしらか、これでいいのかな、悪いのかなっていうのは、このハブデロップメントっていうところでデバッグすることができますので、まあ、このあたりも、もし作られる方がいらっしゃればですね、使えるかなというふうに思います。まあ、いずれにしても、その公式ドキュメントを読んでくださいっていうのが、基本的な流れではありますけれども、その詳細に関してはですね、一つお伝えしようと思ったのは、ここは違うのか。あ、はいはい。まあ、基本的にはその公式ドキュメントを読んでくださいということになります。
で、一旦作ったらば、このパブリックハブのところに、ファンドファイルの、で、ハブがリストされてますけれども、ここに登録してあるとですね、まあ、皆さん、アクセスしやすいので、ぜひ登録しましょうっていうことを考えます。じゃあ、この登録する作業は、どういうふうにするんだっていうのもですね、実はちゃんとドキュメントに書いてあって、見るとですね、ちゃんとメールしてくださいねっていうことが書いてあります。で、メールして、これがいい悪いとか、まあ、優しいアドバイスを受けてですね、少し名前を短くするとか、いくつか、こうしてああしてみたいな話がありますけれども、基本的には普通に対応してあげれば、あ、いいねって言って入れてくれると思います。で、ちょっと先ほどお話し損なったんですけれども、コンフィギュレーションファイルをですね、作るのに、かなり面倒な個別の、1800個のエントリーを作らなきゃいけないのに結構面倒だということを、僕なんかは感じたりします。で、それをですね、ファイルをとにかくひたすら並べておいて、あとはコンフィギュレーションを適当に作るっていうようなツールをですね、僕の方で作っています。まあ、ずいぶん前に作っていてですね、今も、これはもう4年前になりますね。4年前に公開してるんですけど、それを今も僕は便利に使っているので、まあ、もし、なんだ、使ってみたい方がいれば使っていただいてもいいかと思います。まあ、やっていることはですね、ビッグビューファイルとかをディレクトリ構造に並べて、そのディレクトリ構造を読んで、コンフィギュレーションを書く。まあ、それだけの話ですね。で、まあ、こういったツールを使って、トラックハブについては、ファントム5以外にも、活用しています。今、僕たちが研究でやっている一つの研究でやっているものとしては、核酸薬のためのゲノミクスデータベースっていうのがあって、ここには、特にカニクイザルなんかもですね、ゲノムを決めたり、ゲノムアセンブルを作ったりして、そこで上の遺伝子モデルを作ったりしてあります。そのゲノムアセンブル自体を、新しいゲノムアセンブルへの、なんというか、トラックハブみたいなのを作ることができて、それをアセンブリハブっていうふうに言いますけれども、アセンブリハブを作ることができて、それを使って、まあ、こういったビューを実現しています。あと、これの他に、この後、勝川さんがお話しされると思いますけれども、シスエレメントデータベースでも使っていこうっていうようなことを考えていて、まあ、使い勝手っていうのはこれからも続いていくのかなというふうに思います。ということで、ここまでちょっと長くなってしまっていますけれども、テイクオンメッセージとしては、ファントム5 UCSC の話を少しお話しさせていただいて、ファントム5でのトラックハブの活用ということをお話をしました。まあ、独自のトラックをトラックハブ経由で提供していて、いるんですけれども、まあ、割と最近はたくさんの人がやりつつありますけれども、当時としては多分、割と先駆けた取り組みだったのかなというふうに思います。で、ぜひ自分もおっしゃる、まあ、バイオパッカーソンなので、ぜひ自分もって、おっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、基本は、ドキュメントを読むっていうのは、どんなジャンルでもあると思うので、ぜひ従ってくださいというところです。また、トラックハブのさらなる活用としては、今あるゲノムアセンブル上だけではなくて、新しく自分で決めたゲノムアセンブルを使うこともできるので、結構これだけでもすごいかな、使い勝手があるかなと思いますし、僕のツールを紹介しましたけれども、それ以外にも、いくつかの API みたいなのも用意している人たちがいるみたいなので、だいぶハードルは下がってきているのかなというふうにも思います。で、まあ、お話としては基本的には終わりなんですけれども、最後に、まあ、少しだけ宣伝をさせてください。実はですね、先ほどの UCSC ゲノムブラウザーですけれども、5年程度前までは、アメリカにしかなくてですね、サーバーが。なので、まあ、そんなにレスポンスが良くなかったんですね。なので、ちょっと日本にも置かないっていうふうに、少し声をかけてみると、いいよいいよっていうようなことを言っていただいて、
UCSC のゲノムブラウザーの、公式ミラーっていうのが、今、日本にございます。で、今、トップページに行くと、なんだ、アジアミラーっていうのが出てくると思うんですけれども、それは今、理研横浜に、ございます。ちまちまですね、ワンショットワンショットの研究費をちょびっとずつもらってやっていたんですけれども、今は、あまり、定期的な、この継続的なサポートっていうのは、いただけていないので、データベースのファンディングとかされている方はぜひっていう感じなんですけれども、まあ、今、運用としては、昨年までは僕が理研に行った時の、ユニットで、ハンドリングしていて、今は春川さんのところで、運用を手伝っていただいているというような形になります。で、もう一つの宣伝ですけれども、この11月、今年の分子生物学会にワークショップします。昨年度はですね、先ほどお話した UCSC の、現場の面倒を見ている方、ロバート・クーンさんに来ていただいたんですけれども、今年は、NCBI のレフシックから、まあ、メインで活躍されている、先生に来ていただいてお話しいただく予定ですので、ぜひ皆さん来てください。そして、まあ、一緒に研究してくださる方がいらっしゃればですね、まあ、少し、コンタクトいただければ嬉しいなというふうに思います。で、最後ですけれども、今日、ファントム5、UCSC の話、たくさんお話ししましたけれども、もちろん僕一人でやったわけじゃなくて、たくさん、ご協力があって、やってきました。特にデータベース周りのところは、ファントム5の中でも、チームを組んで、ワークパッケージ4って言われているチームを組んでやっていてですね、一番その、なんですか、真ん中に立って、いろいろ、やっていただいたのが、マリーナさんだったり、カスカーさんももちろんですけれども、カスカーさんのチームの方。そして、ファントム5の、まあ、ヘッドクォーターとして、まあ、全体的にハンドリングしていたのは、林崎義秀先生と、アリステア・フォレストさんですね。まあ、彼が割とサンプルコレクションにすごくコミットして、いわゆる1800のサンプルを集めるっていうのは、データをハンドリングするところでもすごく大変ですけれども、それだけサンプルを集めるっていうのもすごく大変で、彼がそこはすごく頑張ったところです。で、UCSC のゲノムブラウザーの、チームからはですね、もちろんその一番ヘッドのジム・ケントはもちろんですけれども、先ほど、昨年度、文献に来てくれた、オンラインでですけど、来てくれたロバートさんっていうのは非常に、協力的にやっていただいていて、初期の立ち上げなんかは、僕のユニットにいた、田中義行さんがすごく頑張ってくれました。はい。ということで、僕の話は以上になります。もしご質問等あればお受けしたいと思います。ありがとうございます。あ、川瀬さん、ありがとうございました。では、何か、質問やコメントなどあれば、お願いします。あと、スラックとかチャットとかに、書いていただければ、僕の方で読みますので、ちょっと声が出しづらい環境にいるという方いましたら、ぜひそちらもご利用ください。カスタムトラックとトラックハブの違いについては、カスタムトラックは、ユーザーが手作業でこうデータをアップロードするけど、トラックハブは一回ファイルサーバーにデータを置いて、その URL を渡すということですかね。そうですね。で、パブリックハブっていうのはもう UCSC の画面上でこう、ファントム5みたいなリストを入れてもらうみたいなことですかね。検索するときには、パブリックハブのところでファントム5を検索してもらえばいいんですけれども、なんだ。そこで、実現されているのは単にその URL が UCSC の中に登録されている。それだけで、ファイル自体は僕らのサーバーの中に。なるほど。はい。その、パブリックハブで、自分のプロジェクトを入れてもらうときは、何か審査みたいなのってあるんでしょうか？
はい、優しいアドバイスがあります。こうしてくれたらいいのにみたいなことを言われるので、まあ、言われたらちょっと答えないといけないかなっていう気分になりますよね。なので、まあ、ハードな審査っていうよりは、まあ、はい、言ってますか。こうあったらいいなっていうような話があって、少し、揉まれるって感じですね。なので、まあ、ぶっ通しって感じではない。毎回、やっぱり彼らなりに、こうあってほしいっていうような、イメージがあるみたいで、ある程度付き合ってあげないといけない感じですね。基本的には、誰でもデータをアップロードできると考えていいんですかね。はい。このアップロード自体は、別に誰でもできますし、この自分でファイルサーバーを用意して、自分でファイルサーバーにデータを送っていうのは別に好きに勝手やれますよね。で、はい、で、URL をここに指定するっていうのは全然好き勝手にやれるので、ここに書いてある仕組みの間は全て、誰でもできる。特に審査も何も必要なくできます。唯一そういうアドバイスなり審査なりっていうのはあるのは、これをパブリックハブの一部にリストアップしてもらうときに、こう、じゃあこうしたらとかああしたらみたいなことが言われるっていうだけであって、トラックハブを使うっていうだけに関しては、全く審査は必要ない。ああ、なるほど。ありがとうございます。あと、ゲノムの、例えば、ゲノムのバージョンが上がったとかで、座標がずれると思うんですけど、そういう時に、エラーというか、なんか表示されなくなっちゃうトラックとかも、中には出てきたりしないかなと、ちょっと思ったんですけど。あ、はい、なんだ、アセンブルが、なんていうんだろう。コンフィグレーションは全部アセンブルに紐付けられているので、もしゲノムバージョンが上がると、その上がったバージョンにはデータが存在しない。だから、もうちょっと具体的に言うと、最初僕たち HG19 で Phantom5 のデータを作っていたんですけれども、HG38 になりましたよね。はい、で、38になった段階では Phantom5 のデータは、38の上では見えずに、19でしか見えない。あ、で、その後、僕たちが、春川さんと一緒に、再処理として、それを38の上で、上の座標として用意をして、その上でトラック株を作ったので、今見えるようになっているっていうところですね。なので、自動的に19から38に上がったじゃなくて、かなり手がかかっている。ああ。そこは今のところ自動化は難しいんですかね。はい、難しいと思いますね。で、そういう難しいところは UCSC は、ケアせずに、なんていうか、本当にやらなきゃいけない、できることをしっかりやってくれてるっていう感じであって、当然当然じゃないな。皆さん使った方もいらっしゃるかもしれませんけれども、リフトオーバーみたいな、HC19 から38の座標の変換ツールっていうのも提供されてはおりますけれども、それを使うかどうかっていうのは研究者に任されていて、どう使うかっていうことに関しても研究者に任されていて、ということですね。なるほど。リフトオーバーちょっと僕は使ったことはないんですけど、うん、まあ、何か間違うことがあり得るんですかね。要はその、ゲノムアセンブルのバージョンが上がるときって何が起こるか分かりませんよね。はい。同じ、この領域とこの領域の間に新しい領域が入ってくるっていうのも当然あるし、これがひっくり返ったりすることもあるし、はいはい、で、全く、どこにも、存在しなかったものが現れるかもしれないし、それがなくなることもあるわけですよね。で、そういったときに、どういうふうに対応するのかっていうのは、自動化できない。多分、ヒトゲノムぐらいになって、だいぶバージョンの差が
縮まってくるとできるようにある程度やってもいいかなと思うかもしれないんですけれども、そもそもなんだゲノムアセンブルのバージョンを上げようっていうのはそういうミッシングピースがあるのでそれをしっかりと入れていきましょうっていう試みなわけですよね。はい。そこを自動的に解決するっていうのはやっぱり今後も難しいんじゃないかなと僕なんかは思います。ああ、なるほど。まあ、なんていうか、逆に自動化されてるやつは信用できないって思っちゃいますね。そうなんですね。はい。僕もちょっと人以外でやってるのはまだ見たことがないというか、僕自身もちょっと使ったことがないというか、むしろ再解析しちゃった方が早いかなっていう。うん、うん、そうですよね。